と来るか。いや違う、あれは何だ。普通じゃないオーラ放ってんだけど。あいつは前にも。どうやら食後のティータイムって雰囲気じゃなさそうだな。どうすんだよユーゴ。こいつは今までで一番の上物だ。逃す手はねえだろうよ。いけるな。この先に俺たちの未来がある。たどり着くぞ。俺とお前とみんなで。
戦本部を通達します。この先はいよいよフェーニルホームです。あれがフェンリル本部。確認できました。フェンリル本部までのルート確立、地下プラントも健在かと思われます。作戦成功です。たどり着いた。作戦成功。やっと終わった。とりあえず休みて。オーナーおめでとう。また忙しくなりそうだな。ありがとうリカルド。本当にお疲れ様。みんなついにフェンリル本部までの航路は開けたわ。あなたたちは一度帰ってきなさい。ああ、でもその前にちょっと一休みさせてくれ。今回ばかりはさすがにくたびれた。怪奇シュアラガミに食べられても知らないわよ。バカ言え、俺らは怪奇シュで飯食ってんだ。皆さん、各キャラバンから作戦成功への祝電が届いています。すごい数です。見返してやったな、俺たちをバカにしてた奴らを。ああ、俺たちは自由を勝ち取った。ここから始まるんだ、俺たちの明日が。こいつらも喜んでくれるかな。これでみんなともお別れだね。帰るのか。うん、次の任務が待ってるから。でもまたみんなに会いに行く。ああ、いつでも待ってる。みんな嬉しい？なら、フィルも嬉しい。嬉しいから、抱っこ。さあ、行くか。ガキどもが港で待ってる。帰るぞ、お前ら。フェンリル本部奪還作戦は成功とともに幕を下ろした。その夜、彼らは自らの力で手繰り寄せた勝利の喜びに浸りながらまばゆい朝を迎えた。グレイプニルはフェンリル本部を新たなる拠点とし、人類の復権を高らかに宣言。イルダ・エンリケスはその活躍の見返りに莫大な報酬を得て自らの港へ帰還。キャラバンに属していたエイジたちもまた手に入れた報酬を元手に新たな道を歩み始めた。彼らはエイジとして初めて己が思うままに生きる権利と力を手に入れたのだ。それから1ヶ月が経過した。
第一でお願いしますね。よし、じゃあ一仕事行くか。手は抜かないでくださいよ。怪奇者アラドムが来ないとも限りません。その時こそ俺らの真骨頂だっての。クレアが来る前に仕事を頼むことはないな。クレアに会える、クレアに会える。ああ、頼むぞお前ら。
みんな少し変わった？そんなことねえよ。の、奪還作戦がずいぶん前のことみたい。みんなの仕事はあの後どう？滑り出しとしてはまあまあだろう。怪異騎士荒神の情報を求める客はたくさんいる。俺らにとってはありがたいことに新たな怪異騎士も発生し続けているしな。とはいえ危ない橋に変わりはないし、新たな収益源も探していかないとって状況だ。そっちはどうだ？グレイプニルの海域捕食作戦に進展はあったのか？フェンリル本部にグレイプニルの機能を移管して再スタートを切ったんだけどね。オーディンの本格稼働までには時間も素材もお金もかかるみたいで。グレイプニルもなかなか世知辛いな。クレアはその後どうなんだ？私はあの後ずっと内勤。総督が手を回してくれたみたい。本当なら降格か免職もありえたと思う。マジで？本部奪還の手柄はどうなったんだよ。クレアはグレイプニルで一番の功労者だろ。ふふ、ありがとう。でも組織ってそういうもんなのよ。本部への機能移管対応でずっとバタバタしてたんだけど、やっと落ち着いてきた感じ。大変だったな。お疲れ様。ありがとう。でもみんなと一緒にいた頃に比べると正直退屈で。確かに。クレア、ちょっと丸くなったか？それ太ったって意味。明らかに成長が見られるな。ちょっと、もうはい、どうぞ。フィムも飲む？うん。はい、ありがとう。ねえクレア。ん？おかえり。ただいま。そろそろ時間だ。片付けて風呂、それから寝る準備。もう？せっかくクレアが来てんのに。そういう日こそ普段通りに過ごすんだよ。ちぇ、出たよ相変わらずの気まじめ優吾が。お前な、こないだ夜更かししてミッション中に居眠りしたのを忘れたのか？あれは寝てたんじゃなくて瞑想してただけだから。なんか大黒柱って感じ。ちょっと暑苦しいがな。聞こえてるぞ。ほらお前も片付け手伝え。
の送信を開始。サポートは任せてください。仕事の時間だ。さあ行きましょう。敵の気配がなくとも警戒を怠らないでくださいね。よっ、この穴が見て本物の協力です。注意してください。
当然か。作戦通りでしたね。お前の力が時々恐ろしくなるよ。それでも今日も待ちか。お疲れ様でした。この辺りでは苦戦することもありませんね。作戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれもお気をつけて。行こう。みんな、油断するな。キシュ寒冷地での長期戦は避けたいです。尻尾の向きに注意しろ。Yeah.
分かった。待てろ、今行く。ユーゴさん、ハウンドワンに合流を開始。分かった。何があった？まずはこれを見て。ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる怪奇捕食技術を完成させた。しかしその技術を支えるのは怪奇への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒？オーディンに登場し海域を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲のかけらもないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。すべてのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、この混迷の時代を照らし闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。すでに我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査、整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子々孫々語り継いでいくことを約束する。我々ブレイプニルは人類の未来を守るため
海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがって。あなたたちの召集令状が届いているわ。すでに私たちの港の周囲にはグレイプニルの海域踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。イルダ、今まで本当に世話になったな。俺たち、エイジはここを出ていく。だな。ああ。トレーラーを何台か買い取らせてくれないか。待ちなさい。初動の判断ミスは取り返せないものよ。だが、もたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて。みんなに大事な話があるの。了解しました。みんな、グレイプニルの通達は聞いてるわね。この港を代表して先の通達に返答を行います。我々クリサンセマムの返答は、断固拒否。誰一人としてエイジを差し出すことはしません。本艦はこれより全てのエイジを乗せてグレイプニルの警戒網を突破、この領域を離脱します。おい、ちょっと待て。そんなことしてあんたの港はどうなる。経済的報復か、あるいは武力恫喝か、何にせよ孤立するでしょうね。危険すぎる。何の得もないじゃないか。私の港よ。その意思は私が決める。人類の反逆者、上等よ。港のみんなの同意は得られている。うちの子たちはこんな圧力に屈するほどやわじゃないわ。ゴッドイーターもエイジも私たちも、もちろんフィムも、姿形や能力に差異はあってもここで生活を共にする家族よ。誰かを取って誰かを捨てるなんて私にはできないし、するつもりもない。何より私は自分の意思を売り渡すことはできない。自分の意思。いるだ。ユーモ、あなたの意見を聞かせて。エイジという立場ではなく、このキャラバンの家族の一員として。家族の誰かを生贄に捧げろと言われて、おいそれと差し出すことができる。お前、
イルダ、ありがとう。俺たちはこの船を守る。どんな奴らが来ようとも指一本触れさせないだよな。私も行きます。来るよ。いいんだな。今度こそ戻れないぞ。私はみんなと一緒にいる未来が正しいと思うから、みんなと一緒に行きます。メインアキュレーターからのエネルギーフロー確率、対回避核壁第1層および第2層閉鎖開始。感応レーダーナビゲーターと接続完了。同調率 30-60-100%。 オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対回避核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。ここから先はどうあっても茨の道よ。だけどみんなと一緒なら乗り越えていけると信じてる。イルダ・エンリケスはあなたたちの決断に敬意を表すとともに、全身全霊をかけて共に歩むと約束するわ。海域踏破船クリサンセマム発進。俺驚いたんだ。正直クリサンセマムのみんなが俺たちに味方してくれるとは思ってなかった。俺たちなんかのためにって心のどっかで思ってた。いつの間にかエイジの奴隷根性が染みついちまってたのかもな。ジークやルルたちもきっと同じこと考えてたんじゃねえかな。本当に恵まれてるな俺たちは。こうなったら俺たちは何があってもこの船を守るだよな。